悠々窓口の例悠々窓口は日本郵便株式会社が運営する窓口。保管郵便物の受け渡しのほか、郵便局の通常窓口が営業していない時間や、同一建物に通常の窓口が設置されていない、郵便専業の郵便局では、郵便物の差し出しや切手、葉書類、収入因子の販売なども行っている。全国各地における、 かつての郵便事業会社の統括支店、または支店だった郵便局に設置されている。国営時代には全国の周波郵便局に設置されていたが、2007年10月1日の郵政民営、分社化までに旧公社統括センターがある郵便局を除き廃止された。また、かつての郵便事業会社の支店、分室が併設されていないつぼねに、 悠々窓口が設置されていることもあった。2012年10月1日の日本郵便発足に伴って多少位置づけが変わり、東日本大震災の影響で分割状態にある陸前高田郵便局郵便分室を除く分室設置のものを除き、旧郵便事業支店前身の局に併設内市は単独で設置される窓口であるとともに、 設置局は事実上の地域の機関局扱いの位置づけとなっている。郵便局により異なるが、ここでは主な郵便局の窓口での取り扱いを挙げる。なお、くじつけ郵便はがき、切手の景品交換、はがき、切手の所存交換等は各窓口とも受け付けていない。常実の外部リンクによって、悠々窓口の設置部や開設時間を検索することが可能である。 設置局の営業時間は多くのつぼねで平日は十九時、土日及び休日は十八時までとなっているが、平日のみ二十一時まで営業しているつぼねもある。二千二十一年四月現在、二十四時間営業局は存在しない。二千七年十月一日から、悠々窓口は郵便事業会社が運営することになり、不在郵便物の交付や郵便事業に関する、 各種申請届では、郵便事業会社が行っていたこともあって、悠々窓口が設けられている、郵便事業会社の支店においては、その建物に併設されている、郵便局会社の郵便窓口では、不在郵便物の受け取りや、隠し手続きはできないとされた。そのため、郵々窓口自体は、最大24時間営業となり、郵便局の郵便窓口営業時間中であっても、 郵遊窓口が営業しているということになっていた。郵遊窓口のある郵便事業会社の支店においては、併設の郵便局会社における郵便窓口営業中は、郵遊窓口では、切手類の販売や郵便物の引き受けなど郵便局会社と重複する業務を扱わないため、郵便窓口営業時間中に、不在郵便物を受け取ると同時に切手を買うなどの場合は、 郵便事業会社の郵々窓口と郵便局会社の郵便窓口との両方に並ばなければならなくなった。なお、書き留め郵便の一つである本人限定受取郵便物、特定事項伝達型など一部の特殊郵便に関しては民営化後に支店での受け取りしかできなくなった。これは郵々窓口がその地域を統括する支店にしか設置されなかったことによる。 民営化前に郵便局として運営されていた坪根でも近隣の市町村にある郵便局と統合され集配センター扱いになったところと本来民営化前に局扱いだったところでも格下げになっているところでは蒸気のような特別な郵便物は受け取れないようになっている悠々窓口がない集配センター扱いの坪根では土日祝祭日の荷物の受け取りや 郵便物の発送はできない。2012年10月1日、郵便局株式会社が、郵便事業株式会社を、九州合併し、日本郵便株式会社が発足したことにより、これまでの郵便局株式会社及び、郵便事業株式会社の両拠点とも、原則、郵便局となったため、新鮮台郵便局などの郵便単独拠点を除き、再び、 夜間窓口の役割となったが、新岩月郵便局を除き、旧郵便事業支店前身の郵便局が、悠々窓口設置局の扱いとなる。日本郵便発足に伴い、事実上、分室を除き、周廃業務の廃止イコール悠々窓口の閉鎖という、位置づけとなっている。また情報通信へのシフト加速による、郵便物取扱量減少により、 地域区分局のみならず、集配担当局、旧集配センターに由来する配達専門局の業務整理統合も進められていることから、悠々窓口残地の郵便局でも、通常窓口営業と合わせた24時間受付を取りやめる設置郵便局がさらに増えている。2021年4月1日より営業時間が平日は19時、土日及び休日は18時までに短縮され、 24時間営業局においても開始時間が7時に変更された。一部のつぼねでは平日のみ21時まで営業している。これにより24時間営業している悠々窓口は廃止された。基本型は配達は行わないため、集配担当の悠々窓口に取りに行くのが原則。ただし通知書に記載された方法での申し出により、 一般の郵便局や他地域の悠々窓口でも受け取り可能。特例型は基本型とは異なり、自宅への配達も可能だが、取りに行く場合は基本型と同じ方法になる。ただし、受け取りの場合に提示が必要な本人確認書類が基本型と特例型ではやや異なる。2020年4月22日より、 新型コロナウイルス感染症拡大防止として行われていた臨時の営業時間が2021年4月1日より通常の営業時間となったもの。ありがとうございます。